皆さんどうも、T 島です。では今回もファイヤーエムブレム無双を続き遊んでいきたいと思います。ということで今回はですね、兵長殲滅戦難易度レベル24、こちらの方やっていこうかなと思います。で、まあ一つ気になったのがですね、このカムイからしてこの白夜だったらまあ匠、まあ、暗夜だったらレオン、まあ、どっちがまあ兄弟の中で上なのかなっていう、ちょっと自分の中で疑問があるんですけどね。まあ多分カムイの方が下っぽいような感じもするんですけどね。まあまあ多分こういうのはキャラとか戦う時にまあ会話が出てくるのでね、もしかしたらまあそこでまあ分かるかもしれませんし、まあ今回それなのでこっち行ってみようかなと思います。まだ寝言を言ってるのか。本気だったら相当たちが悪いね。僕は本気だよ。できるならレオンも僕の隣で一緒に戦ってほしい。さあ行きましょうかね。勝利条件、敵兵長の撃破およびレオンの撃破。さて今回はそうですね、ペガサス関係はちょっと不利っぽいですね。アーチャーが、まあ、結構この自分の本拠地の近くにいるので、まあキャラを変えていきましょうかね。で出てくる敵は異形のもので、あとはアーチャーと魔法使いとかですかね、ダークマージの3タイプだけっぽいですね。そうですね、じゃあ異形のものがちょっと結構こっち左側多いので、シオン連れていきましょうかね。でちょっとアイテムで選んでくれ、まあ、薬草を装備させて、であとはエリーゼ、どうしよっかな。リーズを連れていきましょうかね。でアイテム変更で周囲の味方の HP をやや大きく回復させる、リカバー、そうですね、リカバー使ったことないんでリカバー装備させていきますかね。であとは私ね、そうですね、まあ魔法使い系、まあ相手もレオンなんでレオンでいきましょうかね。よろしくね。まあただちょっと22なんで、あ、微妙ですね。ちょっと30ぐらいある30近いキャラクターを連れてった方がいいのかな。あとはそうですね、弓兵さくら連れていきましょうかね。さくらもまあ回復持ってるのでね、さくらとは、そうですね、カムイあたり連れていきますか。アイテム装備も OK ですね。さてじゃあ今回これでいこうかなと思います。多分そうですね、3すくみでもそこまで不利というわけでもないので、まあ大丈夫そうですね。まあ最低でもまあさくら27ですからね、レベルが27ですけど、まあまあいけるでしょう。ということでじゃあやっていこうかなと思います。よろしいですか。よし行きましょう。戦いたくないのに。さあ行きますかね。戦わなきゃいけないのか。この手を押したら私が直します。そうですね、でまあ拠点の方に何でしょう。はい、まあ、桜を置いておきますかね。まあ拠点、まあもしくはこの味方指揮官ですね。あ、今回はなんか味方指揮官結構強そうですね。ジェネラルですね。でまあリズには
そうですね、ここら辺り、こっちの砦とかですかね、ここら辺り攻めてもらいましょうかね。あ、ルフレがいる。まあルフレ相手でも、まあ、こっちリズの方が有利なんで行ってもらいましょうか。でまあ自分は、まあ、こっちの異形のものをちょっと倒していきましょうかね。でこの先の拠点も潰しておきましょう。先に僕に挑むことがどんなに愚かか思い知らせてあげるよ。ミッション開始です。騎兵長撃破。もうなんかすでに本拠地に攻め込んでこようとしてますね。結構なんか増援が多いですね。さてこの先の拠点も潰しておきますかね。でもうこっちの砦でももう落としときますか。まあここら辺はもう異形のものがどうやら多いみたいなんでね、まあ、シオンは、まあ、結構優位に立てるでしょうね。さてこの先には砦兵長。さてじゃあこっちのまあ砦も落としてでまあ敵本拠地の下側ですかねの方をちょっと攻めていきましょうかね。さてこっちかな。俺にかかればこんなもんだぜ。敵の増援です。おー、なんか結構増援を呼ばれてますね。見逃すわけにはいかないんでね。よし、じゃあこのままこっちの下の方をちょっと片付けていきますか。まあ無双とかももうどんどん使って倒しましょうかね。さて多分そうですね、まだ門は閉まってるので。そうですね、いい流れですね。でそのままこっち結構入り込んでるな。さて本拠地の方はどんな感じかな。拡大がこれかな。まあまあまだ大丈夫っぽいですけど。ああ異形のものとさくらは戦ってますね。あーリズはルフレと多分カムイもこっちのあたりのまあ敵と戦ってるみたいな感じですね。結構まあ増援ですかねが多いので、まあここらあたりでまあ食い止めてもらってる間に、まあここのまあ本拠地周り以外のところですかね、まあここのまあ中央よりやや左下あたりとかそこあたりをちょっとまあ片付けていきますか。召喚兵、召喚兵がどこにいるんだ。これがいたいた、こいつが召喚してるのか。通りでなんかひっきりなしになんか増援が来るなと思ったんですよ。さてじゃあちょっと召喚兵を倒しに行きましょうかね。まあついでにここら辺異形のものがいるんで、まあここら辺もちょっと片付けながら進んでいきますかね。でまあその上の拠点の方も、おっとそうだ S ランクは時間が15分、
激安が2000。まずはちょっとまあここの召喚兵とかですかね、まあここに3人ぐらいタムロしてるんで、ちょっとお灸を据えてきますかね。よし、オッケー。でもう2人ぐらい。ああでも初めからなんか強化されてるような感じですね、この敵兵長とか敵兵長、まあ、拠点兵長とかですね。あとまあ敵の武将がすでになんかあの黄色く体が光ってるんで、アサシン。アサシンはどこだ。まあ、結構なんかこっちにも入り込んできてますね。ですがもうちょっと辛抱してもらって、あ、これか。ようやく出番だ。さてちょっとさっき倒しに行きましょうかね。ミッション開始です。さてなんか一部ゴールドを盗んで逃走しようとしてるのかな。その前にちょっと出しましょうかね。結構なんか強い。さてこれでいけるかな。あ、いけない。結構硬いな。まだ OK かな。出たみたいだな。さてちょっとリズム異形のものアーチャー、あ、ゼロこっちまで来てるんだ。これはちょっと立ち向かわないとやばいですね。まあ、ジェネラルもちょっと結構厳しいですね。作戦開始だよ。さあちょっともうサクッと倒していきましょうかね。さて削り切れるかな、これで。よし、どうやら倒したみたいですね。でちょっとそのまま強いなんて誤算だったよ。こっちさくらの方ちょっと応援に行きましょうかね。言っとくけどゾロはしてないからね。やりましたね。さてゼロも入り込んでるんでちょっと先に倒しに行きますかね。勝敗の行方はあなた次第かもしれません。見逃すわけにはいかないんでね。よし、こっちの方は大丈夫かな。さてゼロ倒しに行きましょうか。来いよ、一緒にいいことしようぜ。気を引き締めていかなくて。さてもう覚醒使っていきましょう。もうどんどん倒していきましょうかね。よし、オッケー。あともうゼロ一発ぐらいですね。今のはなかなか刺激的だったな。壊れちまう前に。さて覚醒がなくなる前に覚醒無双を使ってちょっとゲージを貯めておきますかね。まあ貯めておくっていうか、まあなくなるんだ。あ、てっきり多少残るのかなと思ってたんですけど残らないんだ。あんまり思い上がらない方がいいよ。ということはなんか今まで使ってた時になんか多少残ってたような感じがしてたんですけどね。そんなに死にたいなら絶望の闇に
き落としてあげるよ。ミッション開始です。まあどうやら今までは覚醒ですかね、覚醒奥義使った後に、まあ覚醒の回復薬を取ってたんですかね。じゃあまあ、てっきり残るのかと思ってたんですけど、残らないならもう使い切ってしまった方がいい感じですね。まあただあの撃破数、まあ2000ですかね、もう達成しないといけないんで。さてその前に何でしょう、砦をじゃあどんどん落としていきますか。まあこう見た感じで異形のものはもういない感じなので、任せろ。もうそのままこっちを片付けて攻めに行きましょうかね。まあ結構まあ残ってますね。お強いんですね。さてちょっとサクラに変えていきますかね。まあ結構中にもまだ残ってますね。まあこれで大体片付いたかな。そうですね、だいぶ片付けましたね。さてあとはもう大丈夫かな。さてじゃあまあ本拠地も大丈夫でしょう。どんどんじゃあ攻めていきましょうかね。でまあここら辺残ってる敵も片付けながら、まああと350体ほどですかね、2000体までって言ったら。まあ弓の方が結構魔法よりも広範囲なのかな。さてダークマージは倒しきれないかな。まだあ結構やっぱり弓の方が使いやすいかもしれないですね。さてよし倒しましたね、ダークマージ。あと6分ぐらいしかないですね。さて上に上がってるのはシオンか。ならばその間にもうどんどんちょっと進みましょうかね。さてこっちの拠点も、でちょうどカムイが来ましたね。お前の戦いはここまでだ。見逃すわけ。さてじゃあシオンをもう本拠地まで一回した方がいいのかな。まあ時間はあともう5分なんでね、ちょっと本拠地近くこっちを任せろ、行ってもらいましょう。Okay、そうですね、リズの方もまあなんとか落としてくれたので、ね、次はどうするの。さて一応まあ念のためにリズは本拠地に戻ってもらいましょうかね。この砦は私たちのものです。でもうそのままちょっとレオンですかねの方を倒しに行きましょうかね。なんて活躍だ、アイトリスの伝説に残っちゃうぜ。さてちょっとサクラとダブルを組んで、これで倒せるかな。やりましたね。オッケー。ここさてシオンでじゃあちょっとこっちの拠点ですかね、行ってもらいましょうかね。でもう自分たちはレオンの方に行きましょうかね。こっちかな。ちょっとその前に
さてどこだ。あ、いたいた。こっちだ。うまくいきました。さて拠点兵長さっき倒しましょうかね。さあ覚醒使って、いたいた、あれを。さあこれでどこまで削れるかな。あれ全然減ってない。勝てるわけないって。ちょっと待って、ちょっとシオン任せろ。どうしておきましょうかね。さて武装だったらどれくらいいけるのかな。よし、じゃあカムイの最後は無双奥義いきますかね。兄弟なのさくら、さん付けで呼んでるんですね。よし、オッケーかな。オッケーですね。これが俺たちの力ってやつだ。さてクリアタイム撃破数、非ダメージ割合も全部 S で、戦績も S ですね。で、まあ S ランク報酬、滅流の魔導書で、レオンの方位ですね。おっしゃー、俺が一番だ。まあまあそうですね、まあ流特攻ですね。まあ結構素材も入りましたね。絆レベルアップ。あなたとの絆、あなたを大切にしたいという気持ちがさらに強くなりました。リズとも上がりましたね。まあ C なんでね、多分今までまあ一緒に、まあ、戦うことが、まあ、あんまりなかったっていうことでしょうね。これはもっともっと仲良くなりたいな。僕も共に戦うよ。この心に偽りはない。さてまああのカムイとレオン、どっちが兄なのか、まあ、姉なのか、まあ、ちょっと分からなかったですけど、まあ次回こっちが兵長殲滅戦が24かな、なのでこっち匠の方ですね、砦制圧戦難易度レベル25、こちらの方やっていこうかなと思います。ということで今回はこの辺りで動画を落とさせていただこうかなと思います。最後までご視聴していただきましてどうもありがとうございました。それじゃあまたねー。